ラグドール物理の例。ラグドール物理とは、ビデオゲームなどで使われる物理法則。主に、ビデオゲームにおいて、死亡したり気絶したりしたキャラクターの人体に適用される。人体をラグドール、すなわち、スケレタルアニメーションシステムにおけるボーンに紐付けられ、互いに拘束関係となり、動きが制約された合体の集合とみなす。ボーンの拘束が、ラグドールの関節部のモーションに影響し、ある程度リアルな人体らしさが得られる。それまでのゲームでは、キャラクターの人体に対して事前に用意されたモーションを適用して動かす程度しかできなかったが、ハードのスペックが向上し、人体に対して限定的ながらもリアルタイムで物理シミュレーションが行えるようになった。ラグドールとは、ぬいぐるみの意味で、関節部のみ考慮されて、骨格筋は考慮されない人体をぬいぐるみに例えたものであり、関節が変な方向に曲がったりキャラがあらぬ方向に吹っ飛んだりなど、しばしば実際の人体ではありえないコミカルな動きをする。格闘ゲームでキャラが倒された時に適用されるのがラグドール物理のわかりやすい例である。ファーストパーソンシューティングの敵キャラで生きている時は事前に設定されたモーションを適用し、倒されて死体となって地面に崩れ落ちた後は、ラグドール物理によるモーションに切り替わるのもよくあるパターンである。レーシングゲームで吹っ飛んだドライバーにラグドール物理が適用されるフラトートというゲームもある。ちなみにラグドール物理が史上初めて使われたゲームはジュラシックパークトレスパッセルであるが、ゲームとしての出来が非常に悪かったこともあってあまり良い評価は受けなかった。2000年代末頃からはラグドール物理に筋肉や神経などを考慮して生体運動力学的なアプローチを取り入れたナッチレルモション社のユーフォリアなどの物理エンジンが登場したため、従来はリアルさを出すために事前に手作業で設定したモーションが適用されていたような場面でもリアルタイム生成のラグドール物理を使用するようなゲームも出ている。この技術はグランドセフトオート4やマックスペイン3などでも使われている。コンピュータゲームの中には、特定の国で発売する際、その国のレーティング機関から、ラグドール物理の削除を求められることがある。例えば、F.E.A.R.2 など、複数のゲームが、ドイツで販売される際、ソフトウェア事前審査機構から申請を受け、ラグドール物理をカットした。また、コンピュータゲームによってはオプションで、ラグドール物理を使うかどうか切り替えることができるものもある。例えば、Call of Duty 4 Modern Warfare、日本語版は、オプションで、ラグドール物理をオフにすることもできる。ありがとうございます。